こここんんんにちは、こんばんは。ばゲーム動画でいこうでうす。富山記念競輪最週日、J2S 決勝戦の予想をお送りしたいと思います。J2S 決勝戦ご覧のメンバー、浅井武田が SKS 班です。その他、松浦、渡辺和成、小倉となかなか豪華なメンバーになっております。えー、非常に細切れ戦で難しいです。 唯一三者なのが茨城なんですが、果たしてそううまくことは運ぶかどうかということで、茨城を三社は外しまして、あと渡辺和成も、校長渡辺和成もあえて外してですね、朝小倉、松浦の瀬戸内両者、ラインを組む両社に実績、 かつ、えー、富山記念の優勝の経験のある浅井と,、えー、と積極的でかつあの着もいい熊本の中本6番車を穴目、えー、ということで挙げてみましたこのボックスが基本で、えー、あと3連覆もあの5と9がから中心とした3連覆もちょっと あるんじゃないかなと思っております。えっ、ー、とご覧のメンバーですね。えっ、ー、とバック回数見てみると結構接戦で四番車吉沢、六番車中本、九番車松浦がともに八回です。で、えー、その後渡部和也も六回で続いております。 ホーム回数で見ると4番車吉沢が6回でトップですね。そして渡部和成は7回 S を取っております。あ、浅井もそうですね。7回取ってる。S の取る回数としては最近では非常に多いんじゃないでしょうか。小倉も相変わらず取ってますね。4回記録しております。えー、並びはラインができるのが 茨城三者吉澤杉森武田豊樹それから瀬戸内松浦小倉以下全部4人短期となっておりますねそんな中やっぱ、えー、近畿郷の好調さから、えー、渡辺和成が人気になってます、えー、あと松浦祭ですねあ次がまあ 茨城の2部屋がけが決まった時の杉森ですかねえお、ー、つ見てみるとこれも割れてます、えー、一番人気渡辺浅井短期同士ですよね10.1倍えー、っと一番9番浅井松浦 倍、えー、松浦からも、えー、浅井渡辺小倉がまあほぼ似たような売れ方になっております他に10倍台って言ったあ、えー、松渡辺松浦も10.9倍ですし渡辺杉森が18.6倍ですね なるほど、まあ、非常に、えー、皆さんも迷ってらっしゃるっていうことが分かりますね、まあ、そんな中やっぱりそうなるとやっぱり実績で浅い渡辺松浦っていうところがやっぱりすがるところなんじゃないかなっていうことになってまいります逆に茨城3人 えが連携してますけど一番人気があるのはあの杉森武田の37.2倍で結構つくんですよね。あとは短期では中本がまあまあ 好調さを反映して売れてますが極端に売れてるわけではない田中は全然売れてないですね吉沢もだうー人気ないあ吉沢人気ないっていうのもちょっと気になる要素ですよね確かにあの吉沢これ先導役で終わるかどうかって言ったらわからないですよ三者いるとはいえ 杉森石石ついてますけどひょっとしたら吉沢を勝つ競争、まあ、ただ勝つ競争したとしてもななんか、えー、と浅井や渡辺松浦にはかなわないような気はするんですけど吉沢も結構実績はあるんであ吉沢は面白いかもしれな,ないかもないですね面白いかもしれません。 一番人気ないですが油断は禁物ですね。というふうにどこからでも狙えるわけですけどあちょっと見えちゃいましたけどじゃどうするどういう展開になるかっていったらやっぱり茨城勢がまあ一度は先頭立つんじゃないかなという気がします。 あとは牽制状態ですかね。そこをあの、もし、ただですね、やっぱり吉田がもう杉森引き出すような関係なのかなっていうと疑問なんですよね。本音はやっぱり自分が勝ちたいんじゃないかなと。偶然、茨城県、茨城の三社が決勝に乗ったので、この3人でラインを組むことになったっていうような。 感じがやっぱりすするんですよねだから茨城狙うんだったら杉森や武田よりも吉沢狙った方がいいです。吉沢が自分が勝つ競争をした方がなんかチャンス茨城の誰かの優勝のチャンスあると思います。ということなのでここ流しちゃうとなると中本辺りが短期でも こう一発勝負の大がましとか見せたりするかもしれないですよね。で、えー、このえー、っとメンツ見てるとバックやっぱり33バンクならでアでバック2回取ってる選手が3人もいるんですよね今場所。それがよよ4番車吉澤6番車中本そして。 9番車の松浦なんですえっ、ー、と一方浅井もバック取ってますよねにえー、一方渡部和也1回もバック取ってないということはこれ展開待ちってことになりますよねつまりあのこう乱れたところを 最後に行くっていう流れですけど展開が正直どうなるかわからないんでし単走路なんでそれがきちっと出るええ、えー、渡辺和也にとってはペース上がってくれた方が自分の得意なスピードに乗れるんですけどんなんとなく牽制し合って。 で緩んだとこを誰かが行くっていう流れになるんで、後方に置かれて終わりなんじゃないかなと思うんですね。まあ浅井もそんなにあの普段は足溜めて一発っていうタイプなんですけど、この富山に関してはまあ、優勝したことあるんですけど比較的積極策で挑んでるんですよね。それがあの準決勝の、えー、バック取りにも。 えー、関係してると思うんですけどこれ番手まくりかなまああのー、番手まくりとしても積極的にいっているっていうこと積極的にいつもよりいくっていう姿勢は渡部和大と比べた浅井の方があるっていうことですよねそしてやっぱり松浦ですねバック取って一着 取ったり初日もバック取ったりしてるんでこれ誰も行かないんだったらかつ中本ができって流すんだったら結局あの小倉連れてるし自分が行くんじゃない。 行っっってててしまおうう思思思も全然不思議じゃないと思うんですだから私,がい私は一番行く最終的に行っていく可能性があるのは松浦だと思います。まあ、そこに中本あたりが中本とか田中辺りがつけてひょっとしたら吉沢辺りがつけてで浅井が何らかの形で飛んでくるんじゃないかなと思いました。 でえー、中本と田中では調子のいい中本の方ということですね。で、えー、と小倉と松浦だったら、小倉の方にし、えー、重きを置,いたいなお置きたいなと思いますねま。誰も行かない松浦行ったれっていう時はやっぱりどうしても背甘くなりますからね。だから小倉が抜け出してあの中本が流れ込んだり。 あアサイが突っ込んできたりということは十分あるかと思いますまた吉沢もちょっと怖いなとは思いますねその時は吉沢は偶然いいとこにいて一度前に出るからいいとこにいてそこから何らかの形で絡んでくるというのはあるかもしれないです一応吉沢は入れてないですがでも吉沢も 要注意ですねひとまずあの小倉松浦を重きを置いたこの、えー、1569ボックスでいきたいと思います4も面白いと思います逆に渡辺和哉三番車は外します、うん バック取ってないしそんな乱れる潰し合いの展開にはなりにくいんでこれないんじゃないかなと思っておりますはい、以上、富山記念の予想をお送りいたしました、えー、ぜひあの気に入りましたら高評価、チャンネル登録お願いしますこの動画最後の20秒で関連動画、動画プレイリストを表示されますお時間ありましたら見ていただければ嬉しいです またあのゲーム動画でいこうではですね、えー、ライブ配信ゲームのライブ配信もやったりしてますので、えー、ツイッターなどフォローしていただければ配信する少し前にです、ね、お知らせなど、えー、ありますんでツイッターもフォローしていただければ嬉しく思いますご視聴いただきありがとうございましたゲーム動画でいこうでした